アーモンドキャラメルタルト。パンチパンダさんはですね、これをですね、まあ、レジで買ったんですよ。レジで買ったっていうか、まあ、スーパーで買ったんですけども、で、あのスーパーで買った時ね、レジに並んでたんですよ。ボスのクラフトボス、で、まあ、そのスーパーにはレジが3つあって、パンチパンダさんは一番空いてるレジに行ったんですよ。でもそしたら目の前のね、おばちゃんがレジの人とすごいずーっと喋ってて、なかなかね、開かなかったんですよね。だからまあその次に空いてるレジに、まあ横にずれたんですよ。まあ眩しいぜ、照明が眩しいな。ちょっとまあパンチパンダさん今ちょっと室内なんだけれども、今ちょっと部屋なんだけれども、ちょっとね照明で横にずれたんだけれども、まあパンチパンダさんの前の人、そこのレジの前の人はまあ買い物が多いということで、まあ移動しない方が良かったっていう。スーパーのレジってどうもうまくいかないんですよね。あとね、パンチパンダさんね、今日本当はねこの動画じゃなくて違う動画を撮りたかったんですよ。まあどういう動画かっていうと、パンチパンダさんはなんかサイトで、インターネットのサイトで速読方法みたいな、本を早く読む方法みたいなのをなんかまあ普通に調べてたんですよ。で、あ、これは文庫本一冊の小説を何分間で読めるのかっていう企画をやろうかなって思ったんだけれども、そもそもパンチパンダさんは速読方法を試さないで普通に読んだら何分時間がかかるのか分かんなかったんですよ。でもまあ普通に1回読んでその時間を測って、で何時間何分ですよみたいなのを算出して、じゃあ2回目速読でまあ読みますって同じ本読んだところで、それは速読方法とかじゃなくて、もう普通にもう内容分かってるから結構すんなりすぐ読めちゃうっていう感じになっちゃうかもしれないなと思ったわけですよ。じゃあ普通に文庫本の一冊を読み切るまでの所要時間みたいな、そういう平均の時間を知りたかったんですよ、パンチパンダさんは。でね、調べてたんだけど、なんかちょっと鼻につく回答ばっかりで。まあ結論から言うと、一冊の文庫本を読み切るまでの所要時間は人によるらしい。あとね、これはね、もうパンチパンダさんにとってはちょっとした事件、いやパンチパンダ家にとってもまあ大きな事件だったんだけれども、確かあれはね2017年の11月1日の出来事だったんだけれども、その時パンチパンダさんはアマゾンでマウスを頼んでいたんだよね。でそのマウスが11月1日に届くよみたいなのがアマゾンから連絡来てて、だからまあパンチパンダさんはね、それが届くのをまだかまだかと楽しみに待っていたわけですよ。でね、今ねアマゾンさんはねすごい優しくて、黒猫ヤマトで来るよっていうのもそこまで教えてくれてたわけですよ。でまあ一日中家にいたんだよ。でね、あれ遅いなと思ってポストを見てみたんだよね。そしたらね、1時に不在表みたいな、ヤマト運輸の紙ですよ、不在表って書いてあったから、あれ待てよと、不在じゃねえぞと。でね、不在表には今家にいるんでこの日この時間帯に来てくださいみたいなのをその日中にできたんだよね、設定で。だからまあ4時から6時の間にパンチパンダさんは家にいるよみたいなのをまあ伝えて、まあそれだからパンチパンダさんはまあ4時から6時の間にもまあパンチパンダさんは家にいたと。でもね、来なかったんだよ。でね、またポストに行ったらね、なんとね4時1分に来たんだけれども、でもあなたは不在でしたよみたいなので、また再配達だったんだよね。あれ、これはおかしいなと。よっぽどパンチパンダさんの耳が悪いのか、はたまたインターホン、パンチパンダさんの家のインターホンが壊れているんじゃないかと。ただね、パンチパンダさんはね耳がとてもいいんで、毎回ね診察してくれる人にね言われるのは、視力で言うと 3.0 ぐらいあると。そのくらいのね、自国耳じゃないわ、そのくらいパンチパンダさんの耳はね特化しているんだよね。まあだから耳が悪くて聞こえなかったっていう、そんな理由だったらまあカラスも驚きますよ、そりゃ。まあだからインターホンが壊れているんだなということに気づきまして、まあただその日中にまだ再配達できるぞと、さっきの方法でオペレーターつないで、まあ自動のね音声でまあやってくれるということで、まあその日中にまあインターホン壊れているんだけれど、まあ頼みましたと。でね、パンチパンダさんはねもうねおかしいなと思っていたから、もう玄関の前で見ていたんだよね。そしたらね、ちょうどねそのね指定した時間の3分ぐらい前にちょうど車が止まったんだよ、そのヤマト運輸ので。あ、来たと思って、そしたらねインターホンがねピンポーンってなって、ヤマト運輸ですって。結局のところはインターホンは壊れていなかったと。まだ4時だけどね、暗くなるの早いよね。もうなんか12時で日が傾いてるよね。12時って真上だもんね基本。